私は常日頃いつでもね、若い者に言うことは、権利にこびる、こびるな、暴力に屈するな、金の奴隷になるな、それが男の中の男である。私たちは男にならなくちゃいけない。特に私たちは武道家である。それがために、武道家であるだけに、武道というのは己に厳しく人に優しくするのが武道である。ここまで来るのにはいろいろね、紆余曲折ありました。いろいろ極真空手は、あれは空手じゃない、あれはまるきり喧嘩だ、喧嘩空手だ、邪道空手だ、はみ出した空手だ、力の空手である、ぶち壊しの空手である、あんなものは空手じゃないと指南皇后とありましたがね、現在私のやることをそのまんま、他の今まで指南した連中がそのままね、それを今やっています。私は常にね、風車よりもね、新車、貧しい人、金持ちよりはにしてもね、貧しい人の味方、弱い、強い人間よりはね、弱い人間の味方、多数よりは少数の味方になるのはね、私のね、これはね、私の死ぬまでの信念です。日本人のね、古武道である空手がどんなものかを君に見せてあげるんだが、万一これが私が完成したら、お前は私の子分になるよと。それを速やかに、その代わり私の子分になったりと、私の命令は絶対に聞かなくちゃダメだよと。そうだったら、スリアクはそれを言ったら、オッケーオッケー、オッケーは私もわかるから、オッケーオッケーと言うんですね。よろしい。それじゃね、コカ・コーラ瓶をね、12を並べと。だから両側に並べておいた方がいいです。こちらに6本、こちらに6本。それで息を整えて、とにかく息を整えてから、うわーっと気合いかけると当時に、パッ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 と切ったらね、12音のうちに9本が切れちゃった。3本が吹っ飛んでしまったわけよね。そうするとね、そこのね、アメリカのプロレスラーがね、全部4、5人がおったプロレスがね、オーマイガーッ、オーガーッヘンド、彼らが救ってくれたんですよ。それがね、ゴッドハンドの、ゴッドハンドの始まりです。1階の武道家大山益達が創始した極真会館は、今や世界最大の組織に成長した。国内はもとより、海外においては